ノエル・マメール国民議会議員国民議会事務所でインタビューに応じるマメール市長2006年1月2日。ノエル・マメールはフランスのジャーナリスト、政治家。ヨーロッパエコロジーイコール緑の党所属のイン国民議会議員、ペグル市長。ジロンド県リブルネ出身。1980年代、アンテンヌニの午後のニュースなど、テレビのニュースキャスターとして活躍する。 1992年環境政党、環境世代のブリスラロンド党首の公認となるが、1994年党を除名される。その後、環境保護団体、環境、連帯一致エコロジー、ソリダリティ・コンベルジェンスを設立し、1998年緑の党に入党する。2002年フランス大統領選挙に緑の党から立候補し、 149万5901票を獲得した。1997年国民議会議員選挙で、ジロンド県3区で初当選して、以来国民議会議員を務めており、1989年3月20日から同県ウェグル市長を務めている。2004年6月5日、男性同士の結婚を認め、論争を巻き起こした。マメールは、 ビルパン内務省によって1ヶ月の停職を命じられた。2012年国民議会議員選挙では6月10日の第1回投票で2万1840票を得て4選を果たしている。ありがとうございます。